間前だから、まあ、12時ぐらいか、緊急速報がさ鳴ってさ、びっくりして目覚めたよね。なんかその前に一回11時ぐらいに目が覚めて、11時半ぐらい、あらまだこんな時間かって思って、なんかでもちょっと目が覚めたけん、なんかゴロゴロっていうか、まあもう一回二度寝しよっかな、どうしよっかなみたいな感じでずっと目つぶっとったら、まあちょっとうとうとしよったんやな、またそしたらなんか急にさ、大きい音が鳴って緊急速報みたいなの来て、しかも私携帯今2台持っとるけんさ、今使いよる方と、あの前使いよった方、もう払い終わったけこれ本体あるんやけど手元に、どっちも鳴ったけんマジうるさかった。熊本もね今なんかやばいみたいな、なんかなんとか線状みたいなのが出とるって、福岡の下の方と熊本の方、これね犬じゃなくて熊なんだよ一応お腹鳴る、ごめんね、お腹がめっちゃ鳴るわ。みんなはあれですか、今日ここに見に来てくれてる人はなんだっけ、お盆休みですか。前髪が短くてお仕事中の人もいるよって、前髪短くてさ、いいね、お盆休み。足のサイズ9やな23.5 です急な足のサイズ。でもなんか寝すぎたせいか今日目腫れてるわ。なんかな、やっぱ雨が続いとるというか、まあ、昨日からちょっとずつ雨が降り始めとって、まあ、今日ずっと一日中ほぼ降っとるような感じやから、ずっとね昨日の夜から頭が痛くて、でもなんか頭痛薬飲むのもなと思って、昨日は普通にもう寝る前が痛かったから、とりあえず寝たら忘れるやろと思って、寝たんやけど、朝起きた時の頭が痛くてさ、低気圧やと頭痛いよ、偏頭痛持ちやから。そうなんです、天気はな良くなるといい。あんまり測ったことないからあれだけど、いつもそのなんだ、あの身体検査みたいなのがあるんよ、あのウエストとかヒップとかの衣装さんが測ってくる、衣装のためにな、新しい衣装を作る時とか、まあ年に2回ぐらいかな、半月に1回ぐらいなんかあるんよ、その測るあれがな。でその時にだいたい161ぐらいなんやけど、なんかなぜか知らんけど公式プロフィール164になっとるんよ。なんか盛られた身長勝手に私言ってないよ、164とかにしてくださいとか言ったわけじゃないのに、なんか勝手に変えられとった。そんなにないけど、私161か2ぐらい言っとこっかな、今度プロフィール変えるとき身長164じゃないんでちゃんと押してくださいって。多分忘れるんだよね私こういうの、ちょ言っとこう。だって164ですって言われたことないもん会った時に言おうとか思っとってもな、絶対忘れるんよな、鶏みたいな脳しとるから。散歩歩いたらすぐ忘れる
神さん熊のぬいぐるみありがくま、神さん熊のぬいぐるみありがとう。164センチ顔にしてもやない？にしてもさ、別にさ、なんかこう理由があって164にしとるなら、あの言ってほしいって感じ。私何も言われる、何も言わずに、何も聞かれずというか、連絡もなく164になってるから。マジ自分鶏やと思うわ。本当に忘れるんよすぐ。なんかその日に、まあなんか友達から、例えばまあこれもしあの寝とったら12時ぐらいに起こしてみたいな言われるとするやん。 LINE とか電話して起こしてみたいな言われて、分かったって打っとってもさ、実際な忘れとるんよ。忘れるんよねすぐね。書き間違えてないよ。だからまあ実際の身長はまあそんなにちゃんと、あのちゃんとしたあの小学校とかのこんなんで測ってないけあれやけど、まあ161から2ぐらい、34はない。もうね、なんかねずっとね、あどこ行った、いや気聞かせてくれんでいいよ。私別に身長高いの羨ましいなって思ってないし、むしろ身長低い方が可愛いなって思ってるタイプの人間やから。元気だよ。顔色悪くないけど、なんか暗い。なんで明るすぎるとちょっと逆にちょっと気分悪くなるんだこの照明。最近目がチカチカするっていうか目が痛くなる。今日なんかいつもさあんまり気にならんけど、今日ザすっぴんって感じ。メンバーも身長持ってるの？いや持ってないと思うよ。でもまあなんか多少のその 2,3 センチのあれは誤差っていうか、あれはもしかしたらある子もおるかもしれん。その Y みたいにこう運営さんが勝手に変えたみたいな。言い方悪。ゆかちゃんクマのぬいぐるみありがくま、ゆかちゃんクマのぬいぐるみありがとう。あ、外が暗いからってのもあるかも。今窓開けとるからね。雨めっちゃ降ってんなって。 LED じゃないと思うんだよね。このさ12プロのさ、このあの電気っていうかあるやん、懐中電灯的なライトか、ライトって LED なんかな。なんか昨日さ、なんだっけな、なんで下に来たんだっけ、忘れたけど、昨日なんかな、夜もう寝ようと思って電気消しとったんよ。でベッドにおったんやけど、あっそういえばなんかしてないと思って、あの部屋の電気をつけるのがめんどくさかったけ、これのライトをなこうやって行きながら行ったんよな。さ、なんかめちゃめちゃ明るくて、なんかめっちゃ明るいと思って、こうやって LED なんかな、最高やん。なんか今までさ、こっちのさライトでさ、まあなんかこう暗い時とかこう光らせよったんよ。でもさ、虫が寄ってくるんよねこれのライトに。でも LED ってあれやんな、虫近寄ってこいやんな。お、最高じゃん。どうでもいい情報でした。バク了解ってきた。誤差ですけどね、笑ってこと。ね、めっちゃお腹がなんか消化しとるんか、お腹空いとるんか。絶対お腹空いとるよな、だって何も食べてないもん。仮面まだ動いてるよ。もうこの位置に毎回固定されるけん、もうここに置いとこっかなって、別のステッカーを入れるまで。
今の自分のお腹か電車のお電車の音か、ん、自分のお腹の音か電車の音か分からんぐらいの音が鳴った。お腹空いたな。でもこの時間に食べるのはあれやな、夜ご飯が入らんくなるから微妙なんやな。本当にいつもちょっとお腹空いたなって思うのこのぐらいの時間なんやな。食べてない時、昼ご飯か昼12時とかさ、まあ1時ぐらいだったらまださ食べてもさ、夜ご飯に全然支障ないぐらいやけどさ、3時ぐらいとかってさ一番迷うんやな。ラーメン食べるのもなーって感じやし、だからいつもお菓子で紛らわせとるんやけど、さすがに今日はでもめっちゃお腹鳴ってる。手震えよる、なんでやる。昨日からずっとピザ食べたい。あ、ワイがあれやろ、深夜のインスタライブで飯テロしたから、みんなで思い出を振り返ったわけじゃないけど、なんかそういうのやったな。写真でこれはこの時の写真でみたいな。だってこれが写ってさ、やっとちょっと明るいぐらいやろ。これなかったらめっちゃ暗いもん。ほら、いつもこれめっちゃ、あ、びっくりした、白飛びするぐらいなのに、これ今ちょうどいいぐらいや。え、クマやばない？今思ったけどクマやばない？え？え？イエーイ、飯テロ成功。鼻かゆ。ごっこんって言ったな。でもな、ワイナー全体にクマじゃなくてな、ここだけなんよ、ここ、この斜めここだけにしかクマができない。大体の人ってここにこうできるやん、こうなんかこう、ここだけなんよ、ワイ、ここ。変よな。夜中にピザと一蘭の画像はあかん。お腹すくような。221日目、ニニー、意外と来てくれとんな、ミニー、すごい。なんかまあコメントを見てさ、配信時間どうしようかなって決めようって思っとったんやけど、まあ意外と見に来れる人もおったし、まあ見に来れん人もおったけど、意外と自分が思っとったよりも見に行けるよみたいな人が多くてびっくり。まあでもまさかこんなに見てくれる、ああ最悪、せっかく巻いたのに。ありがとう、みんなアイテムすんごい投げてくれるな。夏らしい、タツノオと仕事、チンアナゴと貝殻と人で。お休みの人多いと思う、多分もう。だって明日からお盆やんな。かわいい、イルカ、イルカがかわいい。ごめんね、取り乱した。それはタワーかな。ホエイさん、イルカのタワーありがとう。ホエイさん、タワーありがとう。え、めっちゃかわいい、やば、イルカのタワーなんてあったんですか。うわっ、かわいい、かわいすぎて、やばすぎ、テンション爆上がりなんだけど。え、めっちゃかわいい、ちょっとイルカ持ってこよう。
大好きなんだ。これ体洗うスポンジでね、可愛くて買ったんやけど、可愛すぎて使ってない。もうめっちゃいい匂いする。可愛い。いるか。ちょっとでもこのタグでクジラに見えるような。可愛いんだこやつ。え、宮田さんも？え、可愛い人魚じゃん。え、やばい、夏ってさ、私嫌いだったのよ今まで。でもさ、一つだけ好きなことがあって、それがさ、やっぱこう夏になったらさ、まあ、イルカとかもそうだけど、まあ、シェルガラとかもそうだけど、まあ、人魚とかさ、まあ、なんかそういうこう夏っぽいイメージのキャラクターっていうかいっぱい出てくるやん。まあグッズとかもそうやけど、だからそれは好き、すごく。うわー、宮直さんタワーありがとう。わ、宮直さんタワーありがとう。ホワイトボードどこやったっけ。あった。そこだけは好き、夏の。あとは嫌い。暑いし、虫いっぱいおるし、苦手です。そう、私人魚姫がちっちゃい頃からめっちゃ好きなんよな。だからアリエルも好きなの。アリエル、これアリエル。そう、セミおるし、危ない。うわ、ゆかちゃんのそれはなんだ、サンゴ？それもタワー？でも残っとるってことは多分タワーやな。ゆかちゃんタワーありがとう。ゆかちゃんタワーありがとう。すごいよ。でもなんか同じ場所に一箇所に、ここにね、 Y の場合、 Y の画面の場合、ここに一箇所にタワーが全部重なっとる。もっとバラバラに、もっとバラバラになってほしかった。一個ずつ見たいのに。一箇所に固まってる、ここに。じゃあ夏は外に出るのとか大嫌いだけど、虫もいっぱいおるしな。でもアイテムが可愛い、あのグッズとかの出てる。え、めっちゃ可愛いわマジで。 Y っていうのは福岡の方言ですか？それはね、よく言われるんですけど、違います。方言じゃないです。一人称です。私っていう時もあるんですけど、なんか Y っていうようになりました。だから方言ではないです、一人称です。でででででで、そのタワーとか動かせたらおもろいのにねって。いや本当だよね、こうやってさ、タッチでさ、こう長押しして、こっちはこっちにやって、俺はこっちにやって、全部見えたよ。パンパパンパンパン。イルカに乗ってるペンギンのイラスト、おー、むずいな。私ね、イルカ描くのね、好きだ、イルカは好きなんだけど、イルカ描くの下手くそなのよ。しかも、ペンギンやろ、乗っとるの。あ、まあ背中に乗っとるって考えで描いたらいいかも、いけるかも。イルカね、下手くそなんやね、描くの。イルカってさ、意外とむずくない？絵で描くと。デッサンしよ、こいつを。え、なんかイルカってさ、本当に難しい。
なんかクジラみたいなのよ、これこれクジラになるからダメだ。うん、イルカってさ、イルカってさちょっとごめん、調べるわ、イルカのイラスト。じゃあね、資料し、これはちょっと失礼な、これクジラになる、このフォルム書いたら前イルカ描いた時も確かな、見ながら描いたんやな。イルカのイラストどれがいいやろか。うーん、イルカってむずいよなマジで。真剣モード入ります。ヒレが好きなよな、あの人魚とかもそうやけどさ、ヒレが可愛くない。おヒレって言うんだっけこれ、あのこのこの部分、ここここ、この部分だ。イルカも好きなんよ、ちっちゃい頃からすごい好きだったんだよね。あのアリエルじゃなくてもさ、なんか人魚姫のあの童話のさ本あるじゃん、ああいうのを見るのめっちゃ好きで、人魚姫をよくずっと見とったで。いいんじゃない？イルカかな？そう、人魚姫のお話最後泡になって消えちゃうけど、なんかめっちゃ好きだったの。髪留め斬新、前髪が浮くの、あの前髪がな、短すぎて浮いちゃうの。どこに乗せよう、ペンギン。ペンギンってどうやって書いとったっけ。ちっちゃいペンギンにしよう。できた。バッサン。できたー。
ペンギンの乗っ取る場所がすごいけど。ちょっと傾いとるペンギン。イルカショーで、イルカショーではないけど、どいたまして、イルカーかわいいね。ポーン、ポポポーン。さよなら。ありがとうございました。イルカかわいいな。せいちゃん二人絶好調ね。いや多分ね今日寝すぎたんやと思う。単純に目腫れとるし、寝すぎて二人がちょっといつもよりくっきりなってるんやと思う。寝不足でも二人なんない？うん、いや、わかんない、どうだろう。うん、LED ライト。クジラじゃないよ、イルカだよ。そんなことある？あるある。普通に寝すぎて二重がてか目が腫れとるから、あのまぶたっていうか目が腫れとるから二重がここいつもよりくっきりなるっていうか。他のお二人はどう？タワー投げてくれた。サンゴのぬいぐるみはない。そもそもサンゴのぬいぐるみとか売ってある？イルカしか持ってない。チンアナゴ。かわいいね。
ラッコ描いたことないな、そういや。ラッコも調べますラッコってさ、むずいよな。なんか、なんて言ったらいいんやろ。あ、でもこういう感じか。なるほど。わいが想像しとったラッコってふさふさのラッコやけど、イラストで調べたら全然ふさふさじゃないわ。あ、そう、わいが思っとるラッコってこんな感じこれはちょっとふさふさやん。でもなんか普通に調べたら普通の。じゃあ描きます、ラッコ。うわ、なんか、あ、ここが爪がね。外は雨。ごめん、妹からめっちゃおもろい動画が送られてきたやだこれダメだ、ちょっと待ってね。これ気になったらもうずっと気になる。よし、爪が。ラッコラッコ、全然描けるよ、お前は。妹はめっちゃふざけるタイプ。え、かわいい、かわいく描けたよ、ラッコ顔がもう可愛いね、ラッコ。イエーイ、かけた。
ダダン。こちらこそありがとう。かわいいでしょ。かわいく描けた。ラッコラッコ。かゆい。めっちゃ目が痛い。なんでこんな目が痛いんだ。何も入ってないんだけどな。ワイは人魚のモチーフになったらしい。マナティーに夏の一言。なんじゃマナティーって。そもそもマナティーを知らん。マナティー、マナティー、マナティーってこれ？え？どれが正解？カバみたいな顔しとるやつ。カバみたいな顔しとる？顔。なんかカバみたいな顔してる。カバみたいな顔のやつね。情けねえ顔してんなこいつ。なんかカバみたいな顔してるマジで。夏の一言やったっけ。夏、ちょっと待ってよ。夏の一言、夏の一言、夏の一言か。むずいね。
どの口が言うとんねん。かけたで。ほい。アホっぽい顔してんなマジで。でもこんなんやったらイラスト見たら。情けねえ顔しとる。じわじわ来るようなカバみたい。ありがとう。ちゃんと水分取れよとか言って本当に言ってそう。この顔で笑けてきた。はい、ありがとうございます。タワー投げてくれた人。俺終わり。ホワイトボード直します。よいしょ。もうな、ビースターズめっちゃ読んで、もう今12巻に来てもうた。私もうアニメにないお話のとこ来た。新しいストーリーまで入っちゃった。ビースターズいらっすね。打った。から読み進めていくのがとても楽しみだわ。ちょうど今100話で終わってんだよね。レゴシ。何回見ても、まあ、まだビースターズ見てない人もおるやろうから言わんけど、何回見てもあのいぶきとルイの関係性に泣ける。私泣きそうだったもん昨日。昨日そこちょうど見とって、例のなシーンを見とったんやけど、もう泣きそうになったはぁってなった。悲しい、辛い、もう辛い。自分のタンブラー開けてすらないね。そういえばそんなん作ったね。開けてすらない。あれ実家に置いとこうかな。別に自分使わんしないよって。そんななんか毛が入ってない。こんにちは。いぶきってそっちのいぶきじゃない、ライオンの方のいぶきだよ。なんで急にビースターズの話したのにいぶきが出てくる。私は現実の話はしてない。アニメの話しかしてない。ごめんね。すいません。今もう優しい彗星のさ歌詞が刺さりまくりすぎて、まあ当たり前なんやけど、実際そのね出てくる言葉とかを使いながら作った歌詞やから、当たり前ないけども、なんかもう切ないってなる。
悲しくなった。早く見たいな二期をね。新しい2期までやるんだろうね。2期は2期なの？2期って書いてなかった？公式のツイッター。あれ私が見間違えただけ？もしかしてだけど。ビースターズ第1期第2期あれ2期なんだ。2期の続きが書かれるよって書き方をされてるだけか。あれ2期なんだそっか2期だ。私2期って言っとったわ。そういえば楽しみだな。AKB 知ったきっかけ友達が AKB ファンでせいちゃんどういうこと？さよなら。バイバイ。勝手にどうぞ。自分のコメントですよ。どういうこと？何の話してる？ごめん、私一気にってか急にそういうなんかこう別の話題を持ってこられると全く理解ができん人なんよ。本当にごめん。こんにちは。もうすぐ1時間か。そろそろ終わろうかな。早い意外と。何しようかな。オッケー。ブラクロ呪術五等分の花嫁の映画ねえ。呪術廻戦が一番
楽しみ。五条先生がいっぱい出てくるんやろな。楽しみすぎんか、そんな。痛い。紐が。ブラッククローバーアニメの続き見るために単行本買った。ガチ勢じゃん。呪術絶対でも多いよな、1日目に行ったら。でも見たい、呪術廻戦一人でもいいから見に行く。初日に行きたいよね、やっぱり。クリスマスイブ。まあ別に予定がなければね行けるけど、予定があったらまあしょうがないよね。だいたいクリスマスっていつもクリスマス公演とかあるじゃん。まあ日によって違うけどさ、あったりなかったりって感じ。大体でもクリスマス公演があるいいよな。でもな、見るとさ、やっぱ話したくなっちゃうんだよ。別にネタバレとかではなく、なあのシーンめっちゃかっこよかったよなとかいうのを言いたい。言えないけど、一人で見に行ったらなおさら見に言えないけど、一緒に見に行く人がおったらなあ言えるけどな。だから多分そこまでなガチな人いないと思う。私ガチやから。五条先生大好き人間。12月24日に見ることにも意味がある。わかるよ、わかるよ、わかりますよ。私本編じゃないや、本誌見てないけど、わかるよ。一人でずっとにやけるんやろな、五条先生が出てきた瞬間。やばいぜ。なんか大体の人ってなんか最強すぎて面白くないみたいな、最強設定の人面白くないみたいに言うけどさ、私って、昔からそうなんよ。アニメのキャラクター好きになる人だいたい最初はなんかこうだらしないというか、あんま頼りにならんような人、やるときはやるみたいな、そういうキャラクターを好きになるんよ。
今までのアニメのキャラクターの中で好きになったキャラクターをな思い返していったら、でもそのギャップがやっぱかっこいいよね。急に語り始めたけど、うん、銀さんも好きだよ、未だにかっこいいなって思う。だ銀魂の映画だってめっちゃ泣いたもん、私何回も泣いた。最近のってか最新の映画も泣いたし、その前のやつも泣いたし、いっぱい泣いた。銀魂でめっちゃ泣かされとるわ。普通の映画じゃなくても泣いたことあるし。うわもう4時だ。ありがとうございます。終わろうかな。あ、危ない。終わります。皆様ありがとうございました。今日も、今日はいつもより早い時間からやりましたけど、まあでもね、お休みの人も多いということで、また明日も、まあ配信できたらですけど、ちょっと明日はどういうスケジュールになるのかがちょっとまだ私の中ではわからないので、まあ様子を見ながらって感じですかね。ということでランキングを読みたいと思います。13位中野の賢治さん、12位ともあさん、11位インド洋 SPL さん、10位セリ様さん、9位スガジーさん、8位ミャオイさん、7位アユソンさん、6位イケポンさん、5位ツイテルさん、4位カミさん、3位ミヤナオさん、2位ユカちゃん、そして1位がホエイさんでした。ありがとう。うんうん、その他もたくさんコメントしてくれた皆さん、アイテム投げてくれた、あー皆さん、今順位が変わっちゃったね。でもまあそんなに名前は変わってないから大丈夫そう。はい、ということでありがとうございました。また明日もまあできたら配信します。多分できると思うね。なんでまた明日も見に来てくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。あ、そうだ、チケット受け取ってないから受け取んなきゃ、できなかった時のためにね。首かゆ、ありがとう。では皆さん、これこの後もまああと半日ぐらいか、お気をつけてお過ごしください。お外の状況とかね、ちゃんと見ながら。ではまた、ありがとうございました。さよなら。バイバーイ。